はい、で続いて3本目なんですがね、この3本目がまあおすすめですね。これは本当にね、参っちゃったね。はい、でこれも見直しになるんですけども、今日の3本目はこれですね。監督さんがジャン・ルック・ゴダールで、主演がジャン・ポール・ベルモントで、もうわかるでしょ。はい、勝手に仕上がるですね。はい、いいタイトルだね、本当に。やっぱ昔ヌーベルバーグってにフランス語でなんていうかわかんないけど、現代はわからないけど、いいよね。大人は分かってくれないとかさ、突然炎のごとくとかさ、勝手に仕上がるとか、気狂い気違いピエロとかね、なんかこうワクワクするけども、で勝手に仕上がるなんですけども、これね、やっぱ映画青年でしたから、昔はだから当然見たんですよね。で見た時はあんま面白くねえなと思ったんだけども、やっぱ映画ってのは30過ぎてから面白いんじゃねえかっていう気がするけどもね、なんか見直すとすっごく面白くて、まあお話はその、まあ、ヌーベルバーグの記念碑的作品って、まあ、ヌーベルバーグ代表する一本ですよね。まず監督さんがもうヌーベルバーグ代表する監督ですから。で、まあ、ヌーベルバーグっていうのは、まあ、そのフランスで起こったその新しい映画のスタイル でいろんなこう実験的なことをやったって、まあ、起こったと思うんですけど、であれなんでね、ちょっと夢があるのが、みんな批評をやってたんだよね。で批評をやってた連中が映画作り出したんだよね。だからそうすると割とアメリカの西部劇とかを結構評価したりとか、アメリカのハードボイルド作品を評価したりっていう動きがあったらしいんだけどね、やっぱこう専門的に見ただろうから。で、まあ、そんなゴダールが撮った作品で、お話はその自動車泥棒の男の子の話なんですよ。でこれやってるのが、ジャンポール・ベルモンドで、でそのジャンポール・ベルモンドが車を盗んでおまわりさんに追っかけられて、で車の中に銃があって、でそのおまわりさんを撃っちゃって、おまわりさんに追われるっていう、そういうお話なんですよね。で追われてくんだけど、結構このジャンポール・ベルモンドがのんびりしてるんだよ。で追われてるにもかかわらず、そのジーン・セバーグ演じるね、あのパトリシアっていうアメリカ人の女の子なんだけど、このさ出会い方っていうか、まあ映画的な最初の会うシーンだけどもね、まあ、そのまあ以前から設定上では知り合いだろうけども、そうするとパトリシアってニューヨークタイムズかなんかのこう売り子やってんだよ、記者やってて、でさピタッとしたさ T シャツ着てさ、白の T シャツ着て、でこうほんとこうなんだ七分丈っつうか、そういうパンツ履いて、髪すごいショートカットで可愛いんだよ、今でも通じるおしゃれね。でその女の子がニューヨークタイムズ、ニューヨークタイムズって言ってんだよ。でそこにおい俺と今日付き合えよって行くんだよ、ジャンポール・ベルモンドがさ。警察に追われてるんですよ、新聞にもう出てって言って、それでも女口説くんだよ。でさ、今私あなたと付き合えないわなんて、なんでだよなんて言って、いいじゃないか別にって、ちょっと不良なんだよね、やっぱ自転車と、そうだよね、自動車泥棒やっておまわりさん撃ち殺してるわけだからさ。でもさ、その撃ち殺す前もずっとその車盗んでやったぜっていうところもさ、臨場感があるんだよ、この映画全体的に。ラジオ聞きながら一緒に口ずさんだりするわけ、デッデデンデッデデンなんて言ってさ、なんか見てると本当にそのベルモンドになったつもりになって、なんか本当にね、車盗んですごい気持ちよくドライブしてるような気持ちになるんだよね。なんかでずっとお話としちゃさ、このジーン・セバーグ、パトリシアとミシェルってこの主人公のずっとダラダラした会話が続くって、それだけなんだよ言ってしまえば。でもさね、そのパトリシアの部屋行って、ベッドで共になんかこう天井見ながらさ、ああでもないこうでもないって話したり、一緒にこうドライブしたりするんだよ、パリの街をずっと。で私ちょっと今日夕方から予定があるのとかって言って、何の予定だよとかって言うと、ちょっと取材があってとかって言って、あそうかなんて言ったりするんだよね。なんかこの二人の関係性も良くてさ、でやっぱりあのね、感情とか感覚ってものをその論理的に説明しないっていうところがやっぱりいいなと思ったんだよね。でこれ最後までちょっと喋るんですけどね、まあ、結局ベルモンドが追われてくんですよね。でもういろんなところでこう追い詰められてくると、でそうするとパトリシアがもうやっぱりこれ以上はいけないって分かってて、密告をするんですよ、パトリシアがおまわりさんにね、ミシェルはここにいるわって言って、そしたらそれをミシェルに言うんだよ、私おまわりさんに言ったのって言うんだよね。でそれも泣いたりしないんだよ、
こうなんかこう歩きながらこう下見向きながらさ、悪いことしちゃったわねみたいな、そのなんかすごいドライな感覚で言うんだよ。そしたらベルモンダもしょうがねえなって言うんだよ。普通さ密告されたらバカ野郎ベンベンって ぶったたいたってわかるじゃない、気持ちとしては。しょうがねえなって言うんだよね。で仲間がそばに来るとさね、金渡すんだよ仲間が。おい一緒に車乗って逃げようって言うと、いやダメだダメだって言うんだよ。悔しいけど俺あの女で頭いっぱいだって言うんだよね。結局その女のそばいることを覚悟して最後おまわりさんに撃たれて、自分で目を閉じながら最低だって言って死んでくんだよ。かっこいいんだよ。結局さむっちゃダンディズムじゃないですかこれってね。結構あの一見するとジャンプカットって言って、あのほぼ同じ構図でカットを割るっていうことを結構これやるんだよ。これ確かウッディアレンの映画かなんかでカップル同士が喋ってて、君って勝手に仕上がれジャンプカットばっかりで嫌だって言ってたよねって言ってたんだけど、もうそういうネタがわかるからもう本当にさもうニコニコしちゃうんだよ。ああの映画で言ってたジャンプカット対応してるってこれだと思って、ウッディアレンの映画じゃなかったかもしれないけど、そういうこうインテリ系な映画で言ってたけども、でさそういう風に、でジンセバーグが、あパトリシアが理由が自分でも分かんないって言うんだよね。多分私混乱してたのねって言うんだよね。俺ね2001年でこの間言ったように、あのねなんかこうあんまりなんかガチャついて騒がない人ってなんか最近好きでさ多分正当的な演出としてはバカ野郎ベンベンこうね、もう私耐えられなかったのっていうのが正しい一つの形かもしれないのに、でもやってることは実にダンディズムで、好きな女のために死を選ぶっていうことですから、なんか見るとねこのアンチヒーローとしてすごくかっこよく見えました。でやっぱり映画の中ではやっぱりね、これまた盾つくような社会にこう風穴開けるようなこと今言いますがね、やっぱりねおまわりさんって悲しいけど殺される側であってほしいんですよ。これってあのねレインボーブリッジ封鎖できませんもいいんだけど、リサレッポもいいんだけど、やっぱ同時にさポリコーから逃げろっていうのも映画の一つの形なのよ。これ文学とかそういうもののなんかだからそういうこう反骨精神みたいなとこもさすごいこう俺は戦うじゃないんだよね。なんか別に お周りなんか怖くねえって言うんだよ。怖くねえって言い方もさ普通に言うんだよね。やっぱベルモンド芝居下手くそだから、俺は怖くねえよってこう俺は怖くないんだじゃないんだよね。いや退屈するんですよただ話すだけだから。でもなんか好きだったね。やっぱりこの2001年とかアラビアンロレスにしてもそうですけど、やっぱり本番前にウーちゃんと喋ってたけど、やっぱり当時衝撃与えたものってあのやっぱちゃんと衝撃残るんだよね。やっぱりこれって今だって80年前に作られた駅馬車見てもまあ面白いですから、うん、市民権だってやっぱ映像のセンスっていうところでやっぱびっくりしますから、あのやっぱ絶対ちょっとこれ見てみてください。これ本当ね、あの絶対おすすめの一本ですんで、はい。というわけで今日の3本目はですね、監督さんがジャンルック・ゴダールで、主演が、ジャンポール・ベルモンドと、ジーン・セバーグで勝手に仕上がれでした。というわけで以上レビュー 2.9 でした。